2014年11月10日名古屋国際会議場で持続可能な開発のための教育 ESD に関するユネスコ世界会議が3日間の日程で始まりました。 I'm honored to be in Aichi Nagoya today and wisdom and unifying our capabilities ESD エデュケーション・フォー・サステナブル・ディベロップメントとは持続可能な社会を支える担い手作りという意味であり、今生きている私たちだけでなく、これから生まれてくる人たちも豊かで安心した生活を続けていくためにはどうしたらよいかを考え行動する人を増やそうという世界的な取り組みのことです。今回の会議は2005年から始まった国連 ESD の10年の活動を振り返るとともに今後の方策について議論するもの。会議には150の国や地域から閣僚、ユネスコ加盟国の政府代表者、NGO、研究者など1000人以上が参加しました。会議に合わせ開催地である愛知名古屋ではESD の取り組み促進を図り、会議開催を支援するために各種の閉鎖イベントやESD 愛知名古屋子ども会議を開催しました。ではその内容をご紹介しましょう。世界会議の開催に先立ち11月8日から始まった愛知名古屋 ESD 交流フェスタ、かけがえない地球をね、これからもみんなでオアシス21に設けられたステージではオープニングセレモニーが行われました。頑張ろう頑張ろう頑張ろう。愛知名古屋 ESD 交流フェスタは多くの人々に ESD を理解していただき、世界会議の開催と ESD に関する地域の取り組みを知っていただくことを目的に開催されました。オアシス21のほか、エンゼル広場、久屋広場の3会場を舞台に NPO、企業、行政などが環境、防災、文化、食料などESD に関するさまざまなテーマのブースやステージイベントを展開し、多くの市民に参加していただきました。また名古屋国際会議場では世界会議の会期に合わせて11月10日からブース展示などが行われ、地域の取り組みを世界に発信する場となりました。さっきの紹介は手元のパンフレットになりますので少しまさに名古屋環境大学名古屋国際会議場ではNPO や大学、企業、行政などによる ESD に関する多彩なセミナーが開催されました。その中の一つ、名古屋環境大学によるセミナーでは地域コミュニティが持続可能な未来に向けてどんな役割を果たせるのかについて活発な意見交換が行われました。もう一回改めて ESD 愛知名古屋子ども会議は2014年7月にスタートし、愛知県下65校121人の小中学生が参加して環境、生物多様性、防災、文化などのテーマごとに勉強して持続可能な社会づくりについて話し合ってきました。その締めくくりとして11月10日に名古屋国際会議場で開催された全体会議では、
これまでの話し合いを取りまとめ、子ども会議としてのメッセージを採択しました。その後、参加者一人一人がこれから取り組む私の ESD 宣言を発表しました。この全体会議に合わせ、名古屋国際会議場では学校による ESD 活動を紹介するパネルも展示されました。ESD に関するユネスコ世界会議は最終日である11月12日に閉会全体会合が開かれ、会議宣言として持続可能な開発のための教育のさらなる強化と拡大のための緊急行動を呼びかける愛知名古屋宣言が全会一致で採択されました。その後、2015年以降の ESD の取り組みを推進していくためのグローバルアクションプログラムが発表されました。またこの閉会全体会合では、 ESD 愛知名古屋子ども会議の代表者から世界へ向けたメッセージが発表されました。幸せに生きる社会です。 ESD とは未来を考えて行動することです。みんなが ESD の主人公となって未来に向かって ESD に取り組んでいきます。こうして ESD に関するユネスコ世界会議は3日間の全日程を終え閉幕しました。 Thank you very much. Thank you for coming. Thank you very much.多くの参加者で盛り上がった愛知名古屋 ESD 交流フェスタもグランドフィナーレを迎えました。宇宙の中でこの地球で一緒に歌ってるよ。僕らは王子、かけがえのない地球を大切にしていこう、持続可能な社会のために行動しようというメッセージは、さまざまな会議やイベントを通じて多くの人の心に残ったことでしょう。これを契機に、未来の地球をより良いものにしていくための取り組みがさらに進展していくことが望まれています。